4番の福永が前受け、後ろから動いたのが人気の重心5番車の佐々木。まずは四国勢が一本棒を崩しました。さあ誘導員と車間を切った4番の福永大地、中部近畿勢がどう立ち回るか。まずは前から4番の福永が一度突っ張っていって5番の佐々木を出させません。7番車の片岡は中段の立ち回り変わらず、佐々木元の位置6番手に車を下げています。前から一度突っ張ったのは4番車の福永、金が入りました。3コーナーから4コーナーに向かうところ、後ろからどうでしょう。6番手、ここで5番の佐々木が巻き返していく。四国勢の巻き返し、おっと3番の木村ちょっと口が開いてしまいました。1人での仕掛けになったのは5番の佐々木、人気を集めた佐々木がここで先頭に変わりますか。前ではこらえて4番の福永、さあ福永と佐々木この両者がやり合う展開、がっぷり四つ。ただここで1車5番の佐々木が出て、後ろから7番の片岡、さあ片岡満を持してまくっていく。この片岡のまくりがものの見事に決まってまいりました。追走2番の小岩大輔、4コーナー回ってまくり切ったのは7番の片岡、片岡先頭で五輪。